ピラキチのズバン連絡戦かチャンスズバーンラディオ。こんにちは。11月30日午後1時を回りました。ここからはリラクションキッチンがここ FM のハースタジオから生放送でお届けする音楽番組、その名もリラクチのズバンラディオ。リラクチことリラクションキッチンのボーカル、親知らず抜いてやったぜ、シュウコです。はい、リラクチのズバンラディオ、ありがとうございます。リラクチのターケーセグンでございます。なんだよこれ。ズバンレディオ、本日も聞いてくださってありがとうございます。11月30日の今日は第40回目の放送でございます。40、イエーイ、ありがとうございます。すごいね、はい、50回目ぐらいになったらちょっとあれだね、アニバーサリー的な何かを、わかんない。あと10回で結構すぐだからね。そうだよ、はい、と思ったりしておりますけれどもね、はい、はい、40回目、今日のテーマは何でしょう。今日のテーマは、はい、寒い日に心も体も温まる音楽ということで、肉食え、はい、肉。ちょっとさ、ここのとこ暖かいけどさ、はい、あのいい肉の日だったから昨日が、いやいや、そうじゃないですね、体ったあのまた明日からとか寒くなるらしいじゃないですか。いい、そうなんですよ。そう、なんかやっぱりね、ちょっとね、寒い時にね、近度寒いらしい、なんかね、聞きたくなる感じのやつってあるじゃないですか。夏じゃない、夏じゃなくて冬場にね、聞いてなんか温まるよね、うん、そうだね、ポカポカするよね、鍋みたいな、そう、お鍋のような音楽を、うん、今日は探求していきたいと思います。はい、じゃあ早速なんか1曲かけてみます。そうですね、じゃあ今日の最初の1曲目はターケーチョイスの曲で、お願いしたいと思いますけれども、はい、ちょっとお待ちいただけますか。ちょっと喋っててくださいね。はい、はい、もうまとめた後で喋ることないってばよ。あ、そうなの。はい、じゃあ行きましょうか。はい、今日の1曲目はターケーセグンドチョイスで、ビヨンセ&スティービーワンダーでソーメイジング。はい、ただいまオンエアの方はですね、今日の最初の1曲としてですね、ルーサ・バンドロス&ビヨンセの、あ、ビヨンセじゃないな、スティービー・ワンダー&ビヨンセですね、ルーサ・バンドロスじゃなくて、スティービー・ワンダー&ビヨンセのソー・アメージングをかけております。ルーサ・バンドロスの、これはルーサ・バンドロスのトリビュートアルバムの中で、スティービーとビヨンセが一緒に歌ってる曲ですからね、かかってたというか、ついついルーサと間違えて言ってしまうのは道理ですよ。はい、すいません、お間違いいたしました。これはね、あの、間違いいたしました。はい、今日発言がおかしい。発言がおかしいです、今日は。はい、あのね、何が言いたかったかというと、そう、ルーサーの、あのバージョン、うん、ね、オリジナルバージョンもとってもいいんですけど、この曲。うん、これってさ、あの、バックヤードってこんなマイク乗ってなくていいんだっけ？はい。あ、いいのか、いいのか。今、あの、オンエアは流れてないですか？オンエアの音が聞こえてるのでね、今ね、オンエアの音が聞こえてます。そういうことなんですよ、ガッチリ聞こえてます。はい、でね、何の話？あ、そかそか、この曲とっても俺好きなんですけど、はい、ビヨンセとスティービー・ワンダーのね、うん、このデュエットバージョンを選んだのは、やっぱりね、デュエットって心温まるなと思って。ああ、そうか、なるほどね、と思ったんですよ。はいはい、うん、なので今日の気づき、実は僕2つあったんですけど、うん、心も体も温まるっていうとこういうのだなと思うのの、その2つのうちの1つがデュエットというキーワードだったので、今日のキーワードはデュエット、はい、選んでみました。はい、では戻っていきたいと思います。はい、お届けしておりますのはターケーチョイスでスティービー・ワンダー&ビヨンセでソーメージング。はい、この曲ね、なんか温まる感じしません？はい、ちょっとあの相槌がなかったのでちょっと残念なんですけれども、改めて番組の紹介していきたいと思います。はい、沖縄で最もお酒が飲みたくなる音楽を奏でるふいふいユニット、私たちリラキチことリラクションキッチンの2人がなぜかお昼過ぎの時間帯にお届けする音楽番組、毎週テーマに沿ったメッセージリクエストにお答えしながら、ジャンルにとらわれない自由なスタイルで楽しく音楽を紹介していく番組です。はい、本日のテーマは
寒い日に心も体も温まる音楽、うんうん、番組前半はテーマに沿った音楽をかけながらトークしていきます。番組後半はリラクチのターキューセグンドが音楽のうんちくを語るという暑苦しい、はい、暑苦しいコーナー、はい、セグンドチョイス番組最後1時50分くらいからいろいろ告知コーナーという流れで午後2時前までお付き合いいただきます。もちろんできる限りたくさんのリクエストにもお答えしていきますので番組の方へどしどしリクエストメッセージを送ってくださいね。はい、メッセージリクエストは FM 那覇のホームページメッセージリクエストはこちらというところから、もしくはですね、今生でオンエアで聞いてる方はですね、ツイキャスユーストリームのコメントの方ですね、そちらの方でも大丈夫なので、そちらに直接コメントしていただければと思います。コメント待ちしております。はい、それでは今日もね元気にいきたいと思います。リラクチのズバンラジオ、ドライバーさん修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。うわ、パンダ？ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。パンダの運転手さん、はあ、ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。へえ、パンダなのに偉いのね。ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。タクシーといえばパンダ無線、フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。はい、本日のテーマは寒い日に心も体も温まる音楽、はい、はい、ということでね、はい、お届けしたいと思いますけど、はい、今日もさ結構熱く、まあ、ああはい、なんか話しようと思ったのにごめんごめん、メッセージいただいてるんですね。はい、どうぞどうぞ、はい、そっから行きましょう。すいません、はい、いやいや謝らないでください僕の方がごめんなさい今日はちょっと変なテンションでおってそうだよね、はい、行きましょうね。はい、ではメッセージ紹介させてください。はい、親愛なる隣人りょうけんです。ペチペチペチということで、りょうけんさんありがとうございま す。今日も会えたよね、今日もね FM の方の方ね来てくれてますね、うん、はい、はい、寒い日に心も体も温まる曲、うんうんうん、ワーの Why Can't Be We Be Friend です。うん、初めてこの曲を聴いたのはメル・ギブソン主演リーサルウェポン4のエンディングでした。はあ、チャイナタウンで見たよとか、生活保護の列に並んでたでしょうとか、うんうん、CIA で働いてるの知ってるよとか、うんうん、マフィアに入ったらダメだよとか、うんうん、映画の内容にとっても合っていた曲でした。あ、なるほどね、うん、タイトルを直訳すると、うんうん、なんで俺たち友達になれないバーですが、うんうん、日本語訳でウクレレでカバーしようとしたらふわりがうまく合わない感じだったんですが、誰かが友達だろうって訳していてやるなって思いました。あ、なるほどね、うんうんうん、この曲は両県地で音楽仲間とこたつを囲んで、彼女が作った鍋なんかをみんなで続きながら口の中ハフハフしつつ冷たいビールを流し込み、かっこ料金を上げこなんでコーラ流しています。いい感じになったら、いい、ね、うん、いいですよね、うん。いい感じになったらセッションとかしてポッカポカに冬を過ごしますということでメッセージいただいております。なるほど、うんうんうん、あ、すごい、それでその鍋シーンのお写真を、ね、つけてくれて、ね、あ、そうなんだ、すごい、うん、めっちゃいい感じ写真までつけてくれてありがとうございます。ありがとうございます。はい、なるほどね、そういう時にね、うん、お鍋とかしながらね、そうそう、いいんじゃないですか、温まるし、この曲結構その歌詞はねハードだけど、あのラインが柔らかいから、そうですね、キャッチーな曲だし、うん、ウクレレバージョンね、すごく合うじゃない、良さそうだね、うん、いいと思います。日本的にはね、あの、うん、このバンド名ウォーって言われてますね、うん、まあ英語的にはワーだけど、あー、そうなんですね、うん、ウォーですね、
カタカナ、カタカナで、うん、あのもし検索するときはウォーで検索してウォーで検索してね、してくださいね、はいはい、ではかけてみましょうか、はい、では、はい、りょうけんさんからのリクエストで Why can't we be a friend?はい、ただいまオンエアの方はですね、りょうけんさんからのリクエストで WOW の Why can't we be friends をかけております。これ最初イントロのさ鍵盤間違ってるよね、うん、ミスタッチがあるんだよね、ミスタッチがあるね、チャチャッテコンっていうところの、でもそのままなんだよね。だってこれ結構さバックもいい加減じゃん、コーラス取った時にさ、うん、そう取れなくて大変だったよね。ラリってんのかなこれな。でもあのいい曲ですよね。そうこれ私たちもあの映画にまつわるイベントで、うん、コザのなんだっけシアタードーナツ、ね、シアタードーナツの宮島さんと3人で歌いました。宮島さんがこの曲選んだんだよね。そう Why can't we be friend どうっつって、そうで僕もねあの映画では知らなくて、うん、というかリーサルウェポン4見てなくて、うんうん、でも WOW は好きなのでこのアルバムは聴いてたので、知ってたんだよね、はい、知ってた曲だったのでね、うん、あいいじゃないですかっつってね、うんうん、やったんですよね、うん、そんな思い出もありますけど、はい、なんかねみんなでワイワイしてる感じで聞くのもいいし、なんかまあ温まるよね、なんかね、そうですね、気持ちがね、うんうん、そういう感じの雰囲気のある曲ですけど、うんうん、どうしました？なんかいつものいつもこの時間この、うんオンエアの裏側の時間はマイク通ってた気がするんだよね。うん、そんなことないですよ。大丈夫ですよ。大丈夫？はい。そうか。うん。で、そうこの曲それなんで3人でやったよね。はい。うん。楽しかった。ということで戻りましょう。はいはい。お届けしておりますのはりょうけんさんからのリクエストで、わー。って書いたけど検索するときは WOW で調べてね。 Why can we be a friend? あじゃなくて Why can't we be friends? ですでってあって書いてある。あ本当 Why, can't, あ書いてない、ね、Why can't we be friends ですよ、ね、この曲名、ね、うん、WOW の Why can't we be friends? あがなかった図だね。そう Why can't we be friends? friends っていう曲ですね。はい、なんですけどね、なんで友達になれないば。今日もねりょうけんさん、すごい素敵なメッセージとともにね、そう、お写真もリクエストをくださってありがとうございます。ありがとうございます。とってもなんかいい内容の、ね、うん、お話でした。本当ですね。そう、まさにその話がしたかったよね。こう鍋を食べつつつつきつつポカポカしたりしたい。そうだね、なんかそういう感じのね、うん、なんか体も熱くなってきて心も温かくなってみたいな感じになれるようなね、うんうん、曲っていうので特集していきたいなと思ってます、はい、うんうん、はい、ではもう一件メッセージ、うんうん、今日もいただいておりますので紹介させてください。はい、普天間のターリンさん、いつもありがとうございます。ターリンさんありがとう、こんにちは、うん、はい、さい、ダワリンです。はい、さい、番組放送40回おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いつも言ってくれるね。明日から12月ですが、うん、番組が10回ごとの節目を数えるたびに月日の速さを感じる、うん、今日この頃です。そうなんですよ、僕らもそう、うん、ね。さて今週のテーマなら何といってもリラ吉のばあちゃんの空ですね、うん、曲のリズムで体が熱くなり歌詞で心が温まるって感じですので、ぜひリクエストお願いしますということで、 ありがとうございます。ありがとうございます。リラ吉の曲をね、うん、リクエストしてくださるととても嬉しい。嬉しいということで、では大丈夫ですか。はい、かけましょうね。はい、では普天間のターリンさんからのリクエストでリラクシンキッチンでばあちゃんの空。ばあちゃんって空みたいだなって思う意味わかるかな、ずっとずっと青いって感じ、透き通ってるわけ、気持ちがいいのにさ、なんか一人で育ってあげた子供たちを貧乏だったけ
母ちゃんを大事にしなさいって言葉今だからみんな笑えるさだけどじいちゃんの言うことちゃんと守って子供たちの手消して離さなかった泣いて泣いてまた次の日も泣いてずっと泣いてたんだよねでもばあちゃんが背負ってくれた家族の命流れて繋がれてだから今俺がいるからさばあちゃんって空みたいだなって思う お届けしておりますのは普天間のターリンさんからのリクエストでリラクシンキッチンでばあちゃんの空、はい、リラクシンのリクエストありがとうございます。なんとタイミングのいいことに、はい、あの今日いただいたばあちゃんの空と、うん、あとキルトゥーバーズの2曲の、はい、ミュージックビデオが昨日 YouTube 上で公開となりました。おありがとうございます。すごいタワリン分かってたかのようにあのタワリンはねすごいんだよ、うん、感が効くよね、うん、だってこれ全然そんなの公開する前とかにメッセージくださってる昨日の公開だったからね、うん、それより前にね、うん、先にメッセージしてくれてたみたいですね。すごい、うん、1日前に来るってる、うん、なんでしょうこの鼻の効き具合というか感の良さそれはもうタワリン様タワリン様神様タワリン様そういうですか今日ですねはいはい、ということでねあの今もちらっとお話しさせていただいたんですけども、うん、このばあちゃんの空とキルトゥーバーズ MV がねすごい出来がなかなかいいんですよ。そうなんですよ、はい、YouTube にね公開してますよね、うん、はいあのリラ吉の、うん YouTube ページでも見れますけれども検索かけるときはこの曲名で検索かけたらヒットします。そうですね、うん、曲名でもいいしあとホームページでもいいですよ、うん、リラ吉で検索したらホームページがまずすぐ出てくるので、うんうん、ホームページのトップページに、うん、もうあの MV 公開しましたっていうニュースと、うん、あとはあのトップページの下の方にですね YouTube 動画2本ともあの上がってます。ある上がってる、はい、さすがよかった。私も YouTube でばあちゃんの空って検索したら1件目にばあちゃんと空っておばあちゃんと猫の話みたいなあれと思ってなるほどね。そうなんです、うんうん、じゃあぜひリラ吉のホームページの方から、ね、そうですね、ホームページの方から、まあ、最後のインフォメーションのコーナーでもね、はい、インフォメーションさせてもらおうと思ってたんですが、うんタイミングよくね、うん、あのタワリンさんのリクエストをいただいたのでありがとうございます、はい、さすがということで、ねうん、すごいこのばあちゃんの空のね、うん、MV はね、うん、あの外で夏の真っ盛りの時に撮ったんだけど、うん、そうそうそうなかなか沖縄らしいあの、うん、雰囲気が撮れて、うん、で歌詞の内容もねやっぱ沖縄ならではなのでねそうこれねいい映像が撮れたと思ってますよ。昨日ね内地の友達から電話もらってね、うんうん、あの見た感想で、はいはいはい、であの沖縄がとっても大好きな人なんですよ、うん、でねその人がねもう自分も沖縄の海が好きでビーチが好きでいろんなところ検索したり調べたりしてるけどあんないいところどうやって見つけたって聞かれてね、うん、それはもう住んでますからそういやもうそうですけど住んでても知らないあれはね町田屋コーポレーションの社長さんが車でわざわざ案内してくれて教えてくれたんだよね。そうそうスポットとしてね、うん、この辺だったら撮りやすいんじゃないっていうところを教えてくれました。めっちゃいいとこだったよね、うん、とっても良かったですよ、うん、あれも本当に知る人ぞ知るビーチでしたよ、はいうんまあ、ということでねあの、はい、一旦ジングル挟んでね話されてましたけど、うん、また、今日のテーマについてね掘り下げていきたいと思いますので、はい、このままどうぞ聞いてください。You are listening to 78.0 FM Naha. Stay tuned. リラキチのズバン。レディオ。FM
FM 那覇から生放送でお届けしておりますリラキチュのズバンレディオ、はい、今日のテーマは寒い日に心も体も温まる音楽でございます。はい、ということでね、お届けしたいんですけど、はい、あの曲かけてる裏ではちょっと話したんですけどね、うん、あの今日、まあタワリンさんとヨーケンさんと2曲ねリクエストもらったじゃないですか、うんうんうん、で、それ以外にあの最初にね僕が、セレクトした曲、あの、はいはい、So Amazing っていう曲をかけたんですけど、はいはい、スティービー・ワンダーとビヨンセのデュエットの曲をかけたじゃないですか、で、デュエット曲って、うん、なんか心温まるよねって思ったんですよね、うん、なんかやっぱ、まあ、ラブソングが多いんですけど、うん、なんかあの心も体もなんか温まるような、うん、あのデュエット曲結構多いなと思って、マーヴィンとタミー・テレルとか、うんうん、とかがいいなと思っておりますね、うんうんうん、そうですよね、うん、なのでそれは一つあるなと思ったんですけど、あ、今日のテーマとしてね、今日のテーマというか、うんうん、今日のテーマに合った、うん、あのあれとしてね、はい、でもう一つ思ったことがあったのでそれはまた後でね言いたいなと思ってるんですけど、はい、今言わないの、うん、シューコのね逆に、うん、あ、私チョイス、うん、聞きたいなと思って、うん、どういうのがいいとかっていう話も踏まえてね、はいはい、聞きたいなと思ったんですけど、はい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 、じゃあまずシューコチョイスはちょっと、はい、古いものと新しいものがあるんですけど、新しい方から今日は行こうかなと思います。新しい方から、うん、はいはい、はい、今日のねシューコチョイスはディアンジェロで、うん、あのスモーキーロビンソン&ザ・ミラクルズのもともと曲ですか、これスモーキーロビンソンの曲ですか、スモーキーロビンソンのソロですね、スモーキーのソロのヒット曲で、はい、クルージンっていう曲なんですけど、はい、それをディアンジェロがやってるバージョンでお届けしたいと思います、はい、あ、じゃあ早速かけます、はい、はい、ではシューコチョイスは、ディアンジェロでクルージン、はい、ただいまオンエアの方はですね、シューコのセレクト曲、今日のテーマにあったセレクト曲でディアンジェロのクルージンですね、これはスモーキーロビンソンのカバーなんですけど、ディアンジェロのねあの出世作ブラウンシュガーに収録されている曲ですね、このあの浮遊感があってすごくいい曲だよね。いやこれねもうね理由があるんですよ、温まるのは。そうなんだ、それはオンエアで話した方がいい内容だったらいい、うん、オンエアの方でちょっとあの別の雑談でもできれば、これライブバージョンもとってもいいよね、ディアンジェロのライブバージョンもいいんですよ、うん、ね、ディアンジェロ俺ライブで生で見たい人の一人だな、早めに行かないとね、最近もう本当にどんどんなくなっていきますからね、まだ大丈夫だと思うけどね、ディアンジェロは、ね、あの一時期活動がさあの、うんうん、ちょっとあんまり怪しかったから、うんうん、大丈夫かなと思ってたけど、まあ、あの2年前ぐらいにさ、うん、アルバムを出してブラックメシアでしたっけ、うん、メサイア、メサイア、メシアじゃないんだ、うん、メサイア、それ、まあ、英語読みだね、あ、ちょっとメサイア、それはれラーメンズじゃなくてね、はい、うん、ラーメンズのメサイアはなんだっけ、クリムゾンメサイアでしょ、何を言ってるんだ、もう超一部の人にしか受けないね、それね、うん、大丈夫ですよ、クリムゾンメサイアっていうね、うん、僕らララメンズ好きなんですよ、ひとみちゃんとか安本くんとか乗ってくる限られてるな大丈夫、はい、まあ何の話してたか分からなくなりましたが、ディアンジェロは見たいアーティストの一人だって、そうです、亡くなるまでに絶対見たいなと思ってますけどね、その前になんかスティービーワンダー見ないとやばいかなってちょっと思い始めてる、スティービーね見たいよね、生で見てる、見てない、うん、スティービー見てないな、本当にね、あの偉大な方がね次々とこう亡くなったりとかねしていくのでね、なるべくやっぱライブは頑張ってでも見に行きたいですね、うん、ということで戻っていきたいと思います、はい、お届けしておりますのはシューコチョイスでディアンジェロクルージン、うん、この曲好き、私も、うん、原曲も好きだし、うん、このディアンジェロのバージョンの方が好きかもしれない、俺もしかしたら、あ、本当、うん、これあえてなぜ原曲スモーキーロビンソンじゃない方でディアンジェロにしたかと言いますと、うん、このイントロから、はい、ずっと流れてる、うん、これベースの音がベースかな、ドゥドゥルのことボーンって言ってるやつ、あれ鍵盤か、ああ、あの鍵盤がちょっとあの響きが、あれローズじゃないですか、うん、ローズも入ってるけどシンセも入ってるよね、これ、うん、後ろでピューっていうかストリングスっぽいシンセも入ってるじゃないですか、あれがなんか温泉っぽいんですよ、この温泉っぽい、そう、なるほどね、うん、心も体も温まる温泉効果が
ボワンと得られる、そうそうそう、薬効成分としてはそういう感じなんですけど、そういう感じなんだね、はい、ほらローズっていうね鍵盤がね、もともとほら兵隊の方たちの癒しのために作られたっていう話があるじゃないですか、そんな部分からもそういう話を知ってたからそう思うのか、なんかボワーンと広がってくる音色っていうものにすごく温かさを感じるんですよ。なるほどね、うん、でそっち側から攻めていったらどうしてもソウルリズム&ブルースの方に私は今回行ったんですよね、うん、でまあ聞いてワクワクするし、うんうん、で踊り出したらやっぱ体もあったかくなるので、そうだね、グルーヴのねうねりもあるからね、そうなんですよ、ちょっと体も温まる感じのねありますよね、そうそうそう、腰にくる感じのね、そう R&B 系の曲はやっぱり聴いてたら勝手に腰が動きますからね、うんうん、腰で乗るのが R&B ですから、うん、はい、で私はそっち側のねチョイスを今回、なるほどなるほど、もっといっぱいあったんだけど、うんうんうん、もうでもこれもかけたかなあれもかけたかなっていう感じでちょっと2曲に絞ってきましたけど、確かに、まあ、このローズとかのねこの癒しを、うん、っていうのと、そうそうそう、まあ、その黒人ならではのグルーヴで、うん、この心も体も温まるっていうのはあるかもしれないね、そう温泉サウナとかそういう感じですね、うんうんうん、でもやっぱりさ今その話も出たけど、うんうん、音色ってやっぱ大事だよね、大事ですね、うん、こういうテーマに関して言うと、うんうん、でね僕がねその一つ目デュエットっていうのともう一つって言ってたのは、うん、僕はピアノだなと思ったんですよ、ほうほうほう、ピアノの曲がやっぱりこの冬場に心も体も温まるのにはいいなと思ったんですね、はははは、まあ、寒い部屋を暖かくしてピアノの曲を聴くっていうのもいいし、うんうん、ピアノの結構、うん、ピアノをバシバシとこうブロックコードとかで弾くような、うん、ちょっとこのピアノのエモーショナルな曲、単音とかではなくね、うん、うんうん、そうでピアノ の、うん、エモーショナルな感じのこのピアノのサウンドはすごい心も体もうわーって温まるなって思ったんですよね、うん、はい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 、なのでピアノ曲を選んでみました、なるほどですね、ちょっとそうですね、あんまり今まで選んだことないアーティストのやつがいいなと思ってですね、ピアノ曲っていうとね、うん、やっぱエルトン・ジョンとかねビリー・ジョエルとかね、うん、その辺もリチャード・クレーダーマンとかね、その辺もすごくいいな、リチャード・クレーダーマンは選んだことないけどエリック・サティとかね、その辺もすごくいいなと思ったんですが、はい、今日はあえてですね、エモーショナルな感じっていうところと、はいはいはい、体温まるっていう感じで、うん、ベン・フォールズを選んできました、はい、ベン・フォールズ5で有名になったベンフォルズ5っていうユニット のメインの人がベンフォルズなんですけど、はい、ベンフォルズがソロになってからの曲を1曲選んできたのでそれをかけてもいいですか、はい、はい、では聴いてください、ベンフォルズのザック&サラ、はい、ただいまオンエアの方は今日のテーマに沿ったセレクト曲ベンフォールズザック&サラをかけております。どう、なんか温まる感じしない？わかるわかる、だからこれも薬効成分っていうか、うん、さ音って体を叩くよね、うんうん、音が体を叩く、またなんかいい表現だねそれね、うん、リズムも体を叩くんだけど、うんうん、音はもっとダイレクトに来るっていうか、やっぱりボーカリストだからなのかもしれないんだけど、うん、このでもね楽器の音は体を叩かれてるような感じだな、だからツボ押しされてるみたいね、うん、ピアノでね、なんかこの曲はなんかいいんですよね、なんかハーモニーもなかなか良くて、このポール・マッカートニーみたいな感じの、そうですね、なんか彷彿させるようなハーモニーと、あとこのピアノのジャーンジャーンっていうのがなんかすごいこう温まる、でビートも聴いてるし、あ切れた、はい、なるほどね、うん、だから歌ってる時とかもそうなんですけど、うん、こうやって音にこう体をずっと叩かれてるから、うんうん、だからこうリズム感が切れないのかも、ああなるほどね、うん、それはでもね、私最近ねリハーサルしながら分かったけどね、めっちゃ目を使ってた、ちょっと戻っていきたいと思うんですけど、うん、戻りましょうね、お届けしておりますのはタッケチョイスでベン・ファールズザック&サラ、はい、どうですか、うん、ピアノにつぼ押しされてるみたいな、そうピアノの、ね、音
なんか温まるんですよ。温まる、分かる気がする。この中、うん、温まりました。ポカポカしてくる感じするよね。なんかこうエモーショナルな感じで、なんか癒しだけじゃなくて、うんうん、こう温まってくるというか、なんか熱を帯びてくる内側から。そうですね、そんな雰囲気がしたので、うんうん、ピアノ曲だなと思ったんですよね。じんわりというよりはもう結構うおよしゃみたいな気持ちになりますね、うんうんうん、そういう感じなんですね今日ね。面白いですね。でもやっぱりあの感覚ってみんな違うから。そうだね、うんうん、いろいろなんですけどね、うん、まあ、ターケの気づきのとしてはそういう感じだったんですよ。なるほど。あのデュエットと、うん、デュエットとピアノ、ピアノ曲はなんかポカポカ系音楽としてちょっと一つのポイントなんです。一つとというか、うん、ちょっとポイントなんじゃないかなと、ポイントが高いのかなと思ったんですね、うんうん、じゃあ続いてしおこチョイスもいっちゃいます。もう一曲かけたい。エンディングでかけようかな。エンディングでかける、うん、セグンドチョイスのコーナー行ってもいいですか。いいっすよ、はい、いいっすよ。では、この後一旦ねジングル挟んで、うん、ジングルというか CM 挟んでねセグンドチョイスのコーナー行きたいと思います。チョイスに雪が降る。南の雪氷、牛乳をベースにしたミルク氷とフルーツ、スイーツ、和菓子のハーモニー。食べた瞬間シュワッと溶ける新しい氷の魔法を体験してね。那覇市アジャ 1-15-1 南の雪氷新都心店。リラクゼーションハンモックマカビ店オープン。全身ボディケアもみほぐし60分2980円。男女お一人様、ご家族ご友人同士でも OK。 那覇市マカビハンモックでスッキリ。これがステーキだ。食の王様ステーキハウスエルシャダイグランドオープン。ステーキ 200g がなんと1000円。さらにライス、スープ、サラダは食べ放題。那覇市あけぼの 3-19-1 あけぼの小学校向かいステーキハウスエルシャダイ。電話番号 098-894-8282。 Oh, listen to the radio.ラキチンズバンレディオセグンドチョイス。おりょ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 。はい、本日のセグンドチョイスなんですけれどもね、さっき言ったそう、シュコにねちょっとバレちゃったあのバレちゃったっていうかね、うん、まあやっぱデュエットといえばこの人たちでしょう、そうですよね、と思ったもんで、紹介したいなと思っております。懐かしいな。本日紹介するのはソウルミュージック史上最高峰のデュオとも言われたマービン・ゲイ&タミー・テレルを紹介したいと思います。はい、ですね、マービン&タミーはですね1967年に、ユナイテッドっていうアルバムを出して、はい、その後1968年に、うん、You Are All I Need っていうアルバムを出してるんですね、うん、でその後69年に Easy っていうね3枚のスタジオアルバム残してるんですけど、はい、特に最初の United と You Are All I Need の2枚はですねどちらも素晴らしい名盤なので、うん、できれば両方とも聞いてほしいんですけどね、うん、今回はこの、スタジオアルバム3枚のいいとこ取りな1970年リリースの Greatest Hits というアルバムのを紹介しつつですね、はい、このマービー&タミーのね代表曲をね、うん、かけていきたいなと思っております。はい、で今流れているのがこの、マービー&タミーのグレイテストヒッツの1曲目に収録されている、うん、Your Precious Love っていう曲なんですけど、はい、これが67年のファーストアルバムですね、ユナイテッドに収録された2人の最大のヒット曲なんですね。あら、これ実はこの曲がけあの一番ヒットしてるんです。エリカ・バドゥーと誰がディアンジェロですね、ディアンジェロ、うん、そのバージョンもとっても良かったよね。曲つまんない、はい、
でマービン・ゲイはですね、はい、デュエットの達人とも言われていて、はい、多くのデュエットアルバムを出してるんですね、はい、でまず最初の相手が当時大スターだったマリー・ウェルズっていう人 と、うん出してて、その後にキム・ウェストンっていう人とね、うん一緒にアルバム出してるんですね、うん、でこの流れの中で、うんその次にですねタミ・テレルと組んで、ユナイテッドっていうアルバムを発表するんですけど、うん、この作品がもやっぱ最も成功したんですよね、はい、この流れの中 で当時で、もうタミー・テレルと組んでユナイテッド出したの67年なんですけど、この頃のマービン・ゲイはもうすでに大スターであって、うんタミー・テレルは当時ね、まだ20歳21歳かくらいだったんですね。で若いタミー・テレルを身を守る余裕もあったのかもしれないんですけど、うんまあ、こうして実際にどうかは別として、うん強くてハンサムな男と若くてキュートな女っていうソウル史上最高の疑似カップルが誕生したわけですね。なるほど、はい、ということで、ね続いて、もう一曲ね、かけてもう一曲というかね一曲かけていきたいと思うんですけど、二、うん人の作品の中でおそらく最も有名な曲になるんじゃないかなと思います。グレーテストヒッツの2曲目に収録されている Ain't No Mountain High Enough という曲をかけたいと思います、はい、マビの歌い出しの Listen Baby っていうね歌い出しだけで彼がデュエットの達人と言われた理由がわかる名曲となっております。はい、ただいまねオンエアの方はマビン・ゲイ&タミー・テレルの Ain't No Mountain High Enough という曲をかけております。このさマービンってささっきの Listen Baby もそうだけど、はい、羽とかさ、うん、ダーリンとかさ、うん、っていうのをすごい頻繁に曲の中で入れてくるんだけど、うん、それが全てにおいて絶妙で、うんうん、そのなんかこのデュエットのその2人のをすごく親密な感じにしてて、うんうんうん、この辺がやっぱりねマービンがねなるほど他 のシンガーと違うところというかもうデュエットの達人と言われるゆえんだと思うんだよね、はいはい、あでも、うん、アルグリーンじゃないや人誰だっけサムクックも、うん、ああいうのってすごいですよ。サムクックすごいですね、うんうん、まあまあ、うん、デュエットはデュエット曲は特にあれだけど、ね、特にないけどお客さんにねそうそうそうライブの時とかね、うん、ハーレムスクエアのライブとかでねそうそうお客さんにこう言って反応があったらザツイートとかって言ったりさタイミングとリズム感とそうそうそうあれはすごいよね。そういうのね思い出しますけどね、うん、じゃあ戻ります。はいはいお届けしておりますのはマービン&タミマービンゲイ&タミテレのエントノマウンテンハイイナフです。当初ね2人はそれまでのデュエットにデュオに習って別々の録音ブースでレコーディングしようと試みてたんですけど、うん、このエントノマウンテンハイイナフを歌う際に思い切って2人が同じ部屋で並んで歌うスタイルに挑戦したんですって、うん、あそうなんだ。でその結果そのテイクが素晴らしい輝きを放ち、うん、臨場感あふれる愛のデュエットとして多くの人たちに親しまれるこのテイクになったと言われております。なるほど、はい、でねこのエイントのマウンテンハイイナフはねその後ね、うんダイアナロスにカバーされて、うんうん、それが、まあ、全米ナンバーワンヒットになって、まあ、曲自体もね、はいはい、すごく有名になってでこの2人のバージョンもまた脚光を浴びるような形になったっていうことでね結果的に一番有名な曲になっていくんですけれどもね、うん続けてもう1曲、はい、お届けしたいと思います、うんこのアルバムの、ね、3曲目に入ってます ね、うん You are all I need to get by これは2枚目のアルバムですねのタイトルソングになりますね、うんそれをかけたいと思います、マビー&タミーの You are all I need to get by。 はい、ただいまオンエアの方は、マービン・ゲイ&タミー・テレルで You are all I need to get by という曲をかけております。全部歌えるぞいい曲いっぱいあるよね。グレテストヒッツはね全部で12曲ぐらいかな入ってるんですけどどの曲も素晴らしいで、特にねこの前半はヒット曲満載でもう素晴らしいのでね。でも
このね、一応その企画もの的なデュエットでねハマって3枚もスタジオアルバム出してるっていうのはすごいことだよね。いやこの2人本当にいいんだよね。うん、そう、このタミテレトのねとマービンゲイのねこのデュエットが特別なんだよね、特にね。うん、じゃあちょっと戻っていきましょうかね。はい、お届けしておりますのはマービン・ゲイ&タミー・テレルの You are all I need to get by という曲ですね、はい、とってもいい曲だよねこの曲もね。いい曲、うん、グレイテストヒッツでは3曲目に入ってまして、はい、オリジナルスタジオアルバムは、2枚目のアルバムですね、68年発表のアルバムのタイトルソングになっております。はい、でさっきねあのエントノーマウンテンハイナーフの話なんかもしたんですけど、まあそういうねあの特別なねこのデュエットとしてあのこの2人って特別だなと思うような曲がねたくさんあるんですけれども、うんうんうん、でもそれ以上にねこの2人のデュエットが特別なものになってるのは、まあ、ちょっと悲しい話なんですけど、タミー・テレルの悲しい運命が、うん、こう伴ってくるからなんですよね、はあ、ファーストアルバムの67年のユナイテッドを出して人気を得た2人なんですけど、はい、そのすぐ後の、公演中にですね、うん、タミーは意識を失ってステージ上で倒れるんですね。でマンビーの腕の中に倒れてしまうんですけど、はあ、辛い。当時まだ21歳だった彼女は病院に担ぎ込まれた後脳、うん、腫瘍と診断されるんですね、はあ、でその後このタミーはねあのこの脳腫瘍と戦って8回ぐらい手術するんですよ、大手術、で度重なるその大手術や苦しい闘病生活にも耐えて、うん、マービンとの曲を収録するために命がけでスタジオに通ったと言われてるんですね、うん、でそしてまあでもあのその回も虚しくですね、1970年3月16日にタミーは脳梗塞を発症させて24歳でこの世を去るんですね、でそれをまだ2人が人気デュオとしてまだ絶頂期にいるそういう時期に、うん、そういうふうにねあの亡くなってしまったということがあったので、それがねすごくこの2人のユニットをねあの特別なものにしている理由の一つになっているんですね。はい、まあそのねタミーの死がねあまりにもねあのマービン・ゲイにとってもあのすごいショックだったので、うん、マービンはねあのしばらく芸能活動に復帰できなかったみたいですね、塞ぎ込んじゃって、うん、でもその苦悩とともに生きることを決意して、その後に出したのがもう大傑作 What's Going On になっていくわけなんですけど、なるほどですね、まあ、その結果、マービン・ゲイは単なるポップスターからアーティストへと成長したというふうにも言えるのかもしれないんですけれどもね、はい、そうなんですね、やっぱり思い出が歴史を作っていくんですね、うん、今ねもう最後にかけようと思った曲がかかっちゃってるので、うん、しょうがないね、まあ、別の曲を、ね、かけてもいいんですけれども、うん、まあ最後に、ね、エピソードしてね、うん、タミーと出会った時のことをね、マービン・ゲイはこんな風に語ってるんですね、はい、タミーとリハーサルしたらその声がいっぺんに気に入ってしまった、うん、それに僕の歌のスタイルとぴったり合うんだよ、あれ嬉しかったね、タミーはすごく綺麗だった、惚れ惚れしたよ、うん、独特なスタイルと歌い方を持っていた、僕は彼女と一緒に仕事をしたいと思った、うん、彼女が気に入ったからね、美人で親切だったな、優しくてあったかくて可愛かったが人にも誤解された、うん、彼女と仕事をするのは楽しかったよというふうにねマービンはね言ってたらしいんですけどね、曲をレコーディングするにあたってマービンは彼女が心地よく歌えるように心を砕いたと いう話ですね、うんうんうん、で相手を包み込みながらも出しすぎず女性の声を引き立てるという、ね、姿勢を崩さないマービン・ゲイは、うん、歌の中でだけでなく、ね、彼女に対してのバックアップを惜しまなかったようですね。で実際に、ね、あのタミー・テレルに対して恋心も抱いてたようなんですけれども、タミーの方は、ね、その気が全然なかったらしいですね。なかったんだ。はい、じゃあ最後に、ね、はい、もう1曲かけてこのコーナー締めていきたいと思います。この曲いこう、 Keep on loving me honey。 あはい、ただいまオンエアの方はマービン・ゲイ&タミー・テレルの Keep on on あ Keep on loving me honey Keep on loving me honey という曲をねかけております。この曲は2枚目のアルバムに入ってるね You are all I need の2曲目かな、すごいいい曲だよね、あのマービンがまたエモーショナルなんだよね、
あの結構ねタミーテレのねその晩年の話はいろんな話が あってさ、あの結構あのエイントノーマウンテンハイナフもそうなんだけど、うん、アッシュフォード・シンプソンが曲を提供してるんだけど、はい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 、はい、その、まあ、奥さんの方ねバレリー・シンプソンが、うん、レコーディングにも参加してて、で最後のアルバムの何曲かはバレリー・シンプソンが実は歌ってるっていう風にも言われてるんだよね、だけどまあだからタミーが体調が悪かったから、あでマービン・ゲイはなんか後からそれ実はねバレリーが歌ってる曲が何曲かあって、それをあのタミーが歌ったってかっあの偽ってたことをすごくずっと気に病んでたっていう風に言ってるんだよね、だけどあのバレリーの方は、うん、逆にいやあのそうじゃなくて、うん、仮歌までは自分が歌ったんだけど、うん、最終的にはタミーが歌ったテイクがちゃんと本ちゃんでは採用されてるんだよって言ってて、一応それは本当はどっちなのかよく分かんないんだよね、で、まあ、一応替え玉疑惑と言われてるんだけど、ああそうか、うん、っていうようなね話もあったりとかしておりますけど、アッシュフォード&シンプソンね、うん、あの濃いご夫婦ね、じゃあ戻っていきたいと思います、はいはい、お届けしておりますのはマービン・ゲイ&タミー・テレルの Keep on Loving Me Honey という曲ですね、はい、今日はね、もう史上最高峰のデュオと言って間違いないと思います、うん、マービン・ゲイ&タミー・テレル、をご紹介いたしました、はい、この後はインフォメーションのコーナー行きたいと思います、You are listening to 78.0 FM 那覇Stay tuned. Relaxing Kitchens, The Bound Radio. Information Corner.はい、はい、先ほどもちらっと申し上げましたけれども、昨日の夕方5時にリラキチ MV が YouTube で公開されました。はい、ありがとうございます。ぜひねこちらの方リラキチホームページのトップページの方からご覧ください。はい、ぜひ拡散してねたくさんそうそうそう再生回数を増やしてほしいと思っております、はい、聞いていただきたいと思います。よろしくお願いします。キルトゥーバーズとばあちゃんの空の2曲が公開になりました。はい、はい、でそして続きまして12月1日金曜日から4日の月曜日まで、那覇の、にぎわい広場で行われます、うん、野外劇団楽市楽座さんの公演がございます。これあなるほど、うん、ね、これねすごい全国回られてるんですけどね、うんうん、2017年は、4月22日の滋賀を皮切りに、うんうん、この那覇にぎわい広場12月1日金曜日から4日までの月曜日の4日間が最後の公演となっております。あーそうだね、はいはい、この楽市楽座さんはご家族でされている劇団なんだそうですよ。みんなでねこの移動しながら、ね、全国行脚してそうそうやってるんだよね、うん、お芝居をね。今もうねまさににぎわい広場にあの舞台を建築してる最中だそうです。でその舞台もちょっと変わっていて、あのプールみたいに水が張られたところの上に円盤が置かれて、それがぐるりと回りながら360度で、あのご覧いただけるお子様からおじさんおばあさんまで楽しめる素晴らしい劇団となっておりますのでね。で折り紙でおひねりを投げるっていうね面白い、うんうん、あの投げ銭式になっております。投げ銭制でだから見るのはフリーなんだよね。そうなんですよ、無料で入場は無料です。うん、ことができるんだよね。そうそう、はい、でこれが12月1日金曜日から4日までの4日間19時開演18時半会場、入場無料投げ銭となっております。主催が野外劇団楽市楽座、お問い合わせ先になりますね。こちらが電話番号申し上げます。 090-9056-7826 090-9056-7826 佐野さんまでお問い合わせください。そして協力の方があっちゃんさんとイクさんと遠藤コーヒーさんがご協力となっております。はい、ぜひねチェックして見に行ってみてください。はいはいね、はい、さて12月19日火曜日、はい、反逆の喫茶店リラキチセッションズ東堂ボリューム4でございます。はい、はい、小崎企画第4回目リラキチ2人を中心としてバンド編成でセッションしてます。とびり参加も OK。 前回すごかったんですよ。うん、面白かった。ものすごい大きなピアノがですねアップライトのピアノをそのまま持ってきて、そう
ピアノを持ち込んでセッションした人がいたんですよ。ピアノ持ち込んでってね、アップライトだからね。そう、楽器なんですかって聞いたら、あ、ピアノなんですけど今持ってきますねって言って、うん、アップライトピアノそのまま持ってきたんだよ、ね、ゴロゴロって台車つけて転がしてね。あの台車もハンドリングが効くようになってて、すごかった、すごい、びっくりしました。そう、ギターもかっこよかったですけどね、ギターとピアノで、うん、あのセッションしていただきましたけれども、はい、そのリラキチセッションズですが、こちらがですね、どっから読もうかな、チャージ無料でございます。コゾナラではのとってもお得なライブになってます。あ、今回クリスマス時期なのでクリスマスソングを交えてのセッションでやりますよっていうことでね、うん、あ、これバンド決まったんですか今回。はい、決まっております。すごい、ホストバンドさん、前回と同じメンバーでメンバーで、はい、はい、やらせていただきます。リラキチプラス、ベースに高橋よしき、そしてドラマーで田場龍之介、お二人に参加していただいて、どのパートでも飛び入り参加してセッション可能となっております。オープン19時、スタート20時、チャージ無料、投げ銭歓迎でございます、うん、場所は、沖縄市小座プレイヤーズカフェ、中央パークアベニューの中にございますプレイヤーズカフェです。お問い合わせ先、はい、電話番号 098-928-1169、 098-929-1169、 ごめんなさい、928って言ったね、 929-1169 になってます、うん、そして、その日の、その週の木曜日ですね、12月21日木曜日、リラキチナイトボリューム20、こちらもキリがよくボリューム20ですね。そうですね、はい、毎月第3木曜日、那覇市久米のトップノートで行われてます、うん、リラキチのワンマンライブ、リラキチの基本形アコースティックスタイルでたっぷりとじっくりとお届けいたします。今年最後のリラキチナイト、クリスマスソングも交えてのリラキチ忘年会風にやりたいと思います。はい、ぜひお願いします。はい、2017年12月21日木曜日、オープン19時、スタート20時半、チャージ1500円、別途オーダーお願いしております。トップノートは那覇市久米 2-8-10 パーム久米ビル地下1階、お問い合わせ先が 098-869-9077、098-869-9077になってございます、はい、リラキチのライブの詳しい情報はリラキチホームページライブイベントページにてご確認ください。そして先ほど、ご紹介しました野外劇団楽市楽座さんのこのフライヤーは、うん、FM の派の方にございますのでね、興味ございます方はぜひぜひ、そうそうそう、もらいに来てください。さっきね、りょうけんさんが持ってきてくれてたんでね。そうなんですよ、それで話聞いてね、あのちょっと紹介させてもらいました。そうなんです、はいはい、ということでインフォメーションコーナーでした。はい、じゃあ今日最後の一曲ね、うん、あのまだ時間、うん、いけそうなので、はい、かけたいと思うんですけど、うん、さっきかけれなかったしゅうこのもう一曲のチョイスしてくれたやつ、はい、いこうよ。はい、では今日のしゅうこセレクトいいですか。うん、どうぞ。 The Staple Singers で I'll Take You There。はい、ただいまオンエアの方は、今日のテーマに基づいたねセレクト曲で、うん、ステープルシンガーズの I'll Take You There をかけております、うん、これはもううねりうねりでやっぱベースだね、グッとグイグイくれみたいな、うん、ベースのこの腰に気具合があなたのこの温まる条件なんだね、きっとね。そうなんですよ、あの腰が冷えてんじゃないあ、腰が冷えてるからそこを温めたいか ら, 温まる音楽って言ったら腰にあの来てくれるやつっていう。そうそうそう、だからなので、でもそれはあるかもしれないね、うん、人それぞれのその事情みたいな、ね、事情みたいな、そう、うん、だからあの首までお風呂に浸かっちゃったらちょっとこう動きが鈍くなるんですよ、うんうん、だから腰湯ぐらいがちょうどいいよねっていう感じ、うんうんうん、あ、じゃあまあでもやっぱ性格的なものって結構あるのかもしれない、今の聞いて思ったけど、うん、そうだね、りょうけんさんだったら友達とこう、うんうん、一緒にこう楽しい時を過ごしてる時がやっぱ一番心温まるっていうのがあって、その時にかけたような音楽、うんうん、でしゅうこの場合は腰が冷えてるから腰がグイグイときて温まるような実用的、はい、でまあ、あの僕の場合は、うん、そのなんか愛に飢えてるから、そう、デュエットとかそういうその音とかデュエットのこのハーモニーとかでうわーっとこの内側からこの心の渇きを癒してくれるこのテンションが上がるような、はい、そういうやつなんじゃない。そうですね、そんな気がする。その人に必要なものが分かるんですね、きっとね。そうだと思いますよ。深い。じゃあ戻ります、うん、はい、エンディング締めていきたいと思います。はいはい、
お届けしておりますのはシューコチョイスで The Staple Singers で I'll Take You There、はい、これもねベースですねやっぱりね、うん、腰に来て腰が温まるからいいんだよみたいな。そう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 、でシューコは腰が冷えてるんじゃないかみたいな話をねあの後ろでしてましたけど、ましたけど、ね、まあでもその人がな、ね、やっぱ温まる、ポイントがねそれぞれ違うんだねっていう、あるんだねって、でそういうに基づいた曲をきっとおのずと選んでしまうんだろうねっていうことに気づきました。気づきましたね、このオンエア中に、うんうん、素晴らしい気づきでございましたね。なんかやっぱりあれですよ、このテーマって毎週決まってるじゃないですか、うん、このテーマでねだんだんとなんか自分自身が解き明かされていきますよね、うん、そうなんですよ、ねうん、そういうつもりであのいろいろ考えております。はい、はい、では来週のテーマは、はい、はい、いきたいと思うんですけど、はい、これ実はあの先ほどもからもずっと出てる両健さんが、うんうん、あのリクエストしてくれたテーマなんですよ。そうですね、はい、はい、人生の最後に聞きたい音楽というテーマで来週は掘り下げていきたいと思います。今日が人生終わりの日だっていうことが分かったら、うん、この曲を聴こうみたいなやつをね、うんうん、お願いしたいと思うんですけど、はい、はい、今ね両健さんからの、ね、リクエストっていうふうに言ったんですけど、うんうん、テーマのリクエストもねぜひね ありましたら募集したいです、はいはい、あのお願いします。で、はい、来週のテーマは人生の最後に聞きたい音楽ということで、はい、まあ、テーマ自体のリクエストもあればということで、そういったメッセージリクエストは FM 那覇のホームページからぜひ送ってください。送ってください、はい、はい、ということでね、うんうん、今日も終了していきたいと思いますが、はい、ではこの後も良い一日を、来週もまた聞いてくださいね。お相手はリラキチショコとリラキチタケでした。リラキチのズバンレディオ、また来週、ありがとう。